みなさんどうもこんにちは、ヒカクです。本日は5月27日からやってきたスパニッシュリーグミッドウィルダーズレベマ比較やっていきたいなと思います。いやー、ついにカカ来ましたよ。しかもイニエスタ、スナイデルと同時搭載、まあ、ネームバリューというか有名度で言えば過去一レベルのラインナップじゃないですかね。今回もこんな評価でハイライト含めて11名持ってきましたので、ちょっとでもいいな、参考になったなって思ったら高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。では行きましょう、レッツゴー。まずはハイライト第8位から A 評価、オリオール・ロメン選手。アグレッシブネス、守備意識99カンストと守備面は非常に高くて、フィジカルも高い守備特化タイプ。もうちょっと足早ければよかったのと、スキル面の渋さはちょっと気になりますね。ただ過去版と比較すると丸2と並んで過去最強タイではありますので、バルセロナスカット作ってる方は乗り換えちゃってください。第7位 A 評価、アレックス・バイラ選手。ボルコンドリブルが95ヒットに、全体的にバランスのいい2列目、パスや決定力まで最低限80超えてくるのが強読みですね。スキルも少数精鋭で悪くないですけど、もうちょっとスピード面あれば完璧でしたね。過去版はですね、習慣でバグ強化なので、まあ迷うけど前回持ってたらそっちで良さそうですね。第6位 A 評価、コケ選手。今回のコケは通常よりもレベル上限の高い超強化枠で登場。相変わらずパス、ボールキープ、ボルコン、この辺りの数値は90超えとしっかり高いですね。守備も最低限あるボックスボックスなんですけど、あともう一声能力強化されてほしかったのが本音です。箱版はですね、2枚での比較、1枚目は契約も切れてるし能力の上げ下げあるんですけど、基本的にはいい勝負なのでどれからも乗り換えちゃってください。2枚目も基本的には乗り換えでいいかな。丸4とはレベル上限同じなんですけど、ほぼ互角なので、だったら契約期間的に乗り換えちゃっていいと思います。第5位 A 評価、ペローネ選手。こちらは今回ハイライト初登場。アンカーなんですけど、スピード瞬発両方80乗ってきますので、軽くて奪える選手に仕上がってますね。守備系スキルがっつりつけないといけないのと、守備能力がもうちょっとあれば完璧でしたね。第4位 A 評価、ロドリ選手。あっちのロドリではなくてこっちのロドリが初登場。ドリブルとスピード瞬発が高い爆速ドリブラータイプですね。169センチと超低身長なので、低身長ドリブラー好きな人は育成してみてください。第3位 A 評価、オイアン3世。3世はですね、ウイレ時代来た週刊 FP がめちゃめちゃ優秀だったの懐かしいですね。スキルは少数精鋭で、ドリブル系が全て90超え。スピード瞬発は伸びきらないですけど、フィジカルまであるのが特徴ですね。ダブルタッチ、コンカまでつければスキル面はいい感じです。で、過去版と比較するとですね、ぶっちゃけどっちからも乗り換えなくて良さそうかな。1は CMF のバグ強化だし、2はシンプルにレベル上限高いので、どっちか持ってる方は今回育成しなくていいと思います。第2位は A プラ評価、ミケル・オヤルサバル。今回オヤルサバルも超強化枠、いい能力してますね。スピード瞬発こそ物足りないですけど、それ以外で90超える数値も多く、パスや決定力まで攻撃面は欠点なく持ち合わせるタイプですね。スキルもパス系は完璧なので、シュート系プラスダブルタッチをしっかりとつけてあげてください。適性広いのもいいですよね。意外と無印 CF で使ってみるのも面白いと思います。過去版と比較するとですね、実は1、2といい勝負なんですよね。ただ契約期間の問題もあるし、まあ、能力もほぼ同じなので、まあ1、2、3から乗り換え安定になるかな。4は習慣で2列目に変わってるのと、逆足優秀のスーパーサブ持ちだったので、乗り換えってよりは両方残して使い分けてあげてください。さあ、そして今回のハイライト第1位は A プラ評価、トニ・クロース選手。電撃での現役引退を発表したクロースが、このタイミングでしかも超強化枠で登場。これはコナミさんの粋な計らいですね。パス系は8振りで、グラパ94のフラパ97、正直4振りでも十分なぐらいパス値高いんですけど、やっぱりクロースならこれくらい上げたいですよね。あとキック力めちゃめちゃ高いです。スピード瞬発はですね、結構振ってもギリ75届くくらいなので、ここはどうしても気になりますけど、テクニック面とかパスはエピックレベルの高さですよね。いや難しいよな。デブライネとかクロースとかこういうタイプの選手ってなかなかゲームだと強くなりにくいんですよね。それでも今回超強化枠なので、クロース好きな方はぜひ獲得狙ってみてください。で、過去版と比較しても、まあこれは過去最強でいいかな。まあ習慣とかは結構能力変わっていて、特に丸3がスーパーサブ持ちなので僕も気に入って結構使ってましたけど、まあしっかり好きなところ伸ばせるハイライトの方が良さそうですかね。ぶっちゃけショータイムと比較しても、能力だけで言えば今回かな。乗り換えるかは別として、今回が過去最強バージョンだと思っております。ということで、ここまでがハイライト。クロースが超強化枠なら嬉しいですけど、ぶっちゃけまあガチスカレベルはいないかな。この後のエピックは豪華なので、この後の3名楽しんでいってください。
ということで、まず1人目は S 評価スナイデル選手。今回2つの育成の方持ってまいりました。今までですね、スナイデルは代表バージョンとかインテルバージョンしか来なかったんですけど、なんと今回レアルマドリードバージョンで登場いたしました。ブースターはパスプラス2で最大総合値は102でしたね。で、今回ですね、センターミッドフィルダー登録できたので、総合値を上げようとするとディフェンスとかにもポイント振らないといけないんですよね。まあ、なんですけど、もうおすすめ育成はがっつり攻撃面を強化してみました。この育成でなんと裏総合値はサイドハーフ104、 OMF103 まで上がってきますね。いや、スナイデル普通に今回の強いね。まず今回2列目からの飛び出しになってるのが何よりも嬉しいし、初期から OMF と両サイドハーフにオンテキスであるの激アツですよね。で、能力で言うとキック力、ボルコンボールキープ、フリーキック系ボディコンあたりがズバ抜けてるのに加えて、パスも両方90超え、セットプレーキッカーも任せられる万能型の2列目に仕上がってますね。これで逆足最高最高でしょ？よ、めっちゃ良くない？今までのスナイデルもバランス良かったですけど、さらに総合力が上がってる感じはありますよね。まあ、逆にですね、気になるところで言うと、やっぱりスピード瞬発とか、まあ、ドリブルもね、あと一歩惜しかったってところなのと、スキル面が今回の3名だと一番渋いんですよね。パス系スキルはね、ワンパスルパピンクロとしっかりあるんですけど、ワンシューコンカミドル、この辺りはつけたいのと、まあ、ダブルタッチもないので完成までの道のりは一番遠い選手かなとは思ってますね。この辺りが共有できる方はぜひ狙ってみてください。まあ、起用で言うとOMF サイドハーフがおすすめですけど、まあ、無難に行くなら OMF が一番いいと思いますね。ちなみに過去のスナイデルの中では圧倒的に最強。過去の3バージョンが OMF 登録だったし、レベル上限今回高いのかなりいいですよね。両サイドハーフに初期から本適性あるのも今回だけだし、このスナイデルに関しては過去版を持っていても今回狙う価値あると思います。そして2人目は S 評価イニエスタ選手。今回2つの育成の方持ってまいりました。まずは最大総合値型、こちらもですね、センターミッドフィルダー登録で登場して、タイプとしてはスナイデルに結構似てますね。プレイスタイルが2列目からの飛び出しに変わって、ブースターはテクニックプラス2、最大総合値は102となりました。で、おすすめのですね、育成はこんな感じですね。パスをがっつり落としてシュートやクイックレスを底上げしてみました。で、さっきですね、スナイデルと似てるって話をしたと思うんですけど、早速比較見ていきましょうか。マジで結構似てますよね。キック力、フリーキック系が高いのがスナイデルで、逆に足元、決定力などバランスよくあるのがイニエスタって感じかな。スキルに関してはイニエスタの方が完成してますので、即戦力度っていうのはイニエスタの方が高いかな。ただ両サイドハーフできたり逆足の優秀さっていうのはやっぱりスナイデルの方がありますので、スキル追加がっつりできるのであればスナイデルの方が優先度は高くなってきそうですね。まあ、どっちも強いし、理科金勢とかだったらどっちか引けたら撤退でも全然いいんじゃないかなって思ってますね。ちなみにこのイニエスタ、裏総合値がですね、左ウィングと OMF で103になっていて、とにかく足元系は全選手の中でも最強レベルですよね。しかもね、今までのイニエスタって結構スピード渋い印象あったと思うんですけど、テクニックがこれだけありながらスピード瞬発も最低限のところまではしっかり上がってきてるんですよね。いやー、これはいい能力ですね。なんかもう今までのイニエスタとはちょっと違ったタイプになってますよね。で、スキル追加に関してはミドルシュートをコンカまでは確定として、まあその後エラシコつければ特殊ダブルタッチになりますので、まあ、この辺りは好みで判断してみてください。まあ、僕は多分イニエスタにはつけないですけど、全然つけるのもありだと思いますね。で、起用で言うと OMF が一番おすすめで、ポジション適正で追加できるならセカンドトップとか左ミッドフィルダーもありですね。特にセカンドトップはかなりハマりそうな能力なので、僕も余裕できたらポジション適正解放を狙ってみたいなって思ってますね。まあスナイデル同様、スピード瞬発はやっぱり物足りないんですけど、とにかく足元系数値が高いので、細かくこねたりドリブル好きで、こういうタイプの選手好きなのであれば今回絶対取るべきだと思ってますね。ただ正直、スナイデルに関してもイニエスタに関しても好みは分かれるタイプだと思っております。ちなみに過去のイニエスタと比較するとこんな感じ。2列目からの飛び出しはですね、実は引き継ぎレジェンダリー以来なんですよね。ここがですね、大きな違いなのと、能力で言うとやっぱりスピード面と決定力が過去版よりだいぶ高いので、まあ基本的には過去最強って認識で OK ですね。ただ注意点としては、実は今回のイニエスタサイドハーフの本適性がないんですよね。まあ一応ですね、左ミッドフィルダー薄い適性あるんですけど、右ミッドフィルダーに関しては薄い適性すらないので、サイドハーフで使いたいなら ②③ この辺りを優先する形でいいんじゃないかなって思ってますね。結構いろんなバージョン出てますので、細かく見ながら判断をしてみてください。
さあ、そしてラストは SS 評価カカ選手。こちらも2つの育成の方持ってまいりました。まずは最大総合値型。てか今回のカカボールキャリーの2列目期待してたんですけど、まさかのチャンスメーカーのアジリティっていうね、まあ、ちょっとここは残念な部分はありましたね。ただまあえぐい能力はしてますし、最大総合値は102となりました。でおすすめのですね育成はこんな感じかな。今回のカカは何が過去版と違うかっていうと、まずフィジカル、エアバトル1振りすればフィジコン80乗ってくるなど、今までのカカとは思えないほどフィジカル面が魔改造されてますね。あとはですねパスに関しても両方80超えてくるなど、今までの中でもだいぶ高めになってますね。それでいてドリブルやスピード、キック力に関しては健在なので、まあ能力はぶっ壊れ級と言ってもいいと思いますけどね。ちょっとデカめでフィジカルもある万能ドリブラー欲しい方は絶対に引いてあげてください。で今回まあチャンスメーカー発動なのが気になりますけど、まあ使うならセカンドトップ一択になるんじゃないかな。技術 3CF の ST とか結構おすすめですね。まあそれこそ僕はね結構メッシュとかも ST で使うこと多いんですけど、 ST のチャンスメーカーだと結構抜け出してくれたりとかいい動きしますので、チャンスメーカー苦手だよって方いると思うんですけど、まあ一回 ST で使ってみてほしいなって思ってますね。でスキル追加に関しては、まあ上3つは確定かな。足裏コントロール、アウトスピンキック、ピンポイントクロスまでつけるとして、まあ特殊にするかどうか、これ難しいね。僕はですねミランカカ特殊で使ってるんですけど、結構ミランのカカはサイドで使うことも多いので、まあ今回みたいに中央メインで使うなら、まあ本当に好みの次元になってくるのかなって感じですね。全然つけるのもありだと思います。まああとは闘争心スーパーサブだったりとか、今回割とフィジカルなんかもありますので、エアバトルとかつけてみても面白そうですね。でこのカカはまあ普通に能力強いとは思うんですけど、注意点もいくつかあって、さっきから言ってるようにプレイスタイルが2列目ではなくてチャンスメーカーになってるのと、適性のところ見てほしいんですよ。今までのカカってこんな感じでサイドハーフに薄い適性が最初からあったんですよ。それがですね今回なくなっております。一応ですね登録ポジションの OMF に隣り合ってますので、2回ポジション適性追加で開けることができればサイドハーフで使うこともできるんですけど、まあ、どっちかしか開けられないし、ここの難易度っていうのは上がってますので、しっかりと頭の中に入れといてください。でまあある程度身長あってフィジカル80超えっていうところで言うと、プレイスタイルは違いますけど、ヘイネスなんかは結構近い存在になりそうですね。能力で言うとよりドリブラー特化なのがヘイネス、逆にパスやキック力など万能なのがかかって感じですね。まあボディコンとかね低いのちょっと気になりますけど、このパスの上手さっていうのはねやっぱカカの大きな強みだと思うんだよな。この位置で使えてパスもできて、まあスピードとかドリブルも遜色ない選手って考えると、やっぱり能力は僕ぶっ壊れ級だなって思ってますね。最後に過去のカカとの比較、これがかなり重要なんですよね。まず1からですねさすがに乗り換えだとして、2のブラジルバージョンいい勝負してますよね。そもそもプレイスタイルが違うのは大前提として、スピード瞬発、ボディコン、オフェンスセンスはブラジル版、逆にパスやキック力、フィジカルが今回となっております。まあ、今回の方がバランスよく強化されてるので、まあ、総合力で言えば今回かなとは思いますけど、スピード部分はだいぶ違いますし、2列目の方が使いやすいって考えると、まあブラジルカカ持ってたら僕は今回取りに行く必要はないと思ってますね。でミランのカカに関してはスピード瞬発はですねそこまで大きな差はないんですけど、ボールコントロール、ボールキープの足元面が実はミランカカかなり高いんですよね。まあどっちもね違った強さはあるんですけど、こちらに関してもミランカカ持ってればまあ十分そうではありますよね。まああとは丸2丸3ともに言えるのがさっきの適性の話、どちらもですね初期から両サイドハーフに薄い適性がありますので、まあこの辺りも踏まえて考えると、まあ今回のやつもめちゃめちゃ強いんですけど、丸2丸3持ってたら今回のカカ無理に狙う必要はないと思います。はい、ということで今回のガチャまとめると、おすすめ度星4でございます。全員当たりの優秀ガチャでテクニシャンのミッドフィルダー欲しい方はぜひ狙うべきだと思ってますね。まあ、このガチャでハマる人にはめちゃめちゃハマると思うし、全員当たりなのはいいですよね。あとイニエスタカカに関してはスキルが初期から割と揃ってるので、結局スキル追加が大変な現状を考えると即戦力級がいるって意味でも全然勝負する価値はあるガチャだと思っております。まあ引くならねカカは絶対狙うとして、イニエスタスナイデルはどっちか出たら撤退でもいいのかなって印象ですね。まあただね結構今の環境的に見ると若干スピード瞬発気になる部分があったりとか、カカに関してもぶっちゃけ過去の2列目持ってれば今回わざわざ引くほどではないと思ってますので、そう考えるとまあ美課金勢に絶対引けとかそこまでのレベルではないのかなってところですね。まああくまで個人的な意見ですけど、今週出てるガ
チャの中であれば、まあブリッツカーブの方がおすすめ度は高いかなって思ってますね。はい、ということで今回の動画以上で終わっていきたいなと思います。いかがだったでしょうか。ちょっと長くなっちゃったんですけど、過去版との比較などをがっつり持ってきましたので、参考になったら嬉しいですね。今日も最後までありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。